さん。まさに大鳥様のたたりにあったかのような不可能犯罪、人間の仕業には到底思いませんでした。しかし犯人はある力を利用して小坂さん、そして涼次さんを神の止まり木まで飛び上がらさせ、突き刺して殺したんです。あんな風に。これは密閉された容器の中の水や空気といった流体に圧力を加えると、その圧力は同じ強さで流体のどの部分にも伝わるというパスカルの原理を使った仕掛けです。この村には地下水路が張り巡らされています。犯人はそれを殺人に利用した。まず川の水を穴に引き込み、その水を一旦せき止める。リモコンで穴の蓋を開けると水は一気に流れ落ち、大きな空気圧が発生する。その空気圧が地下水路を伝わり、この石板を跳ね上げる。あのきしむような音は穴の蓋が開く音だったんです。最初の被害者は小坂さんでした。でもあの時犯人が狙ったのは美佐さんです。犯人はターゲットの美佐さんが石板の上に立つタイミングを見計らってリモコンを押した。しかしわずかなタイミングのズレで小坂さんが被害に遭ってしまった。その失敗で犯人はターゲットのみを呼び出すことにしたんです。どこにいる？涼次。同じように呼び出され狙われた琴美さんですが、犯行は失敗。それは空気圧が足りなかったせいです。前日の夜ランがつまずいて石板がずれていた。そのことに犯人は気づかなかった。最後に犯人は和倉さんを狙いました。暗闇が訪れたその瞬間、犯人はリモコンのスイッチを押した。しかしその暗闇はランとその子によって作られた偽の日食。犯人はそれが俺の罠だとも知らずに。犯人はあなたです。犯人はあなたです。恥巡査。どうしてよ。何を証拠に？証拠はこれです。いった。手は大丈夫ですか？あなたは右利きなのに、ランに蹴られた右手をかばって左手でドライバーを持っていましたよね。ああ、おはよう。あの時直していたのはなんか無線機じゃなくリモコンだった。あなたが和倉さん一家を襲った理由は今野真知子さん、彼女の死が関係していますね。真知子さんは30年前和倉さんと恋に落ち、永遠の愛を誓った女性です。こいつは母を裏切って捨てたんだ。
母は誓いを信じて待って待って待ち続けていたのに、やっぱり。恥潤さん、真知子さんはあなたの本当のお母さんだったんですね。慰霊碑の前に花と恥潤さんの足跡があった。真知子さんが亡くなった時、潤さんは 4,5 歳だったはず。そんな幼い時に亡くなった人を今でもお参りするのは実の母親だという以外考えられない。君は本当にあの時の男の子なんだね。25年前、突然真知子は私の前に現れた。その子は小さな男の子と一緒に。親戚の子供です。あなたが見たがっていた神社に伝わる銅鏡です。あの頃私は商売が軌道に乗り、マスコミに取り上げられるようになっていた。私は自分の値段をよく考えて書き込んで、真知子が金をゆすりに来たんだと思い込み、母があんたに銅鏡を手渡したのは金欲しさなんかじゃない。あんたに誓った愛を、自分のことを思い出して欲しかったからだよ。裏切られた母はもう一枚の銅鏡を抱きしめて、全ての犯行は和倉さんに真知子さんへの裏切りを思い出させ、復讐するためのものだったよ。全てのことは私の過ちから起こってたのは、領事を失い、小坂君を失い、そして真知子を死なしてしまっていたなんて。若かりし日の恋、それ自体は責められることじゃないかもしれません。ただ人生を狂わせてしまった一人の女性がいたということです。恋人を思う心が強すぎたため。真知子の人生だけじゃない、君の人生まで狂わしてしまった。